て。さあ戦はまだまだ続きまする。改めまして拙者名古屋おもてなし武将隊陣笠隊15にござりまする。助けにござりまする。武将の方々をお助けするため頭中あるあの戦を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣笠隊、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあこれよりこの二の丸広場は刀や槍が舞い乱れる大戦場となってまいります。その戦場を共に乗り切るべく共に勝ち時を上げてまいりましょう。勝ち時、皆様勝ち時ご存知でございますかな。勝ち時とは戦勝祈願、勝ち戦を願ってあげるものにございます。異国の方々は分かりますかな。冬の勝ち時、冬の勝ち時、微動だになさる。No problem. 全く分かってない。 We will teach you how to do it. 拙者が今から家康様から学んだバテレン語にて案内いたします。故に皆様方はなんとなく分かってくださりませんお願いいたします。勝ち時 is samurai customs. It is a shot for victory. When I say 勝ち時じゃ、それ follow us by saying エイエイオーエイエイオーエイエイオー3 times. You got it?OK! ありがとうござる。 Let's practice! Go like this! Put your hands up! よし、では皆様方、日の元の民も共に勝ち抜き上げてまいりましょう。練習してまいりましょう。拳を掲げてまいりまする。皆の者、勝ち抜きじゃ、それ！えいえいおーえいえいおーえいえいおーありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし物の不集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は太平なれど、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。殿様は400年前、戦国の世と何も変わりません。ゆえに方々はよみがえる。兵士殿、ここはどこじゃ。戦場でござる。ここは桶狭間か。違い申す。ここは三方ヶ原か。違い申す。ここは長篠か。違いまする。ここは関ヶ原か。違いまする。ではどこじゃ。日の元の国、令和の世の合戦場にございます。さようか。皆の者出陣じゃ。おー、まずは手拍子じゃ。はい、おせやまだこいはいせいせやいやまだあれ？
拍手も良いが写真を撮れ。写真は撮れたのか、撮らせてやろう。お主は足に惚れとる。軽き者とは何じゃと思う。乱暴者、勝って極まる者、どちらも違うの。軽き者とは決して信念を曲げる決別よ。わしが天下御免の軽き者、前田慶次、いやっはぁ。勇猛なること虎のごとし、忠義を尽くし戦い続けた猛将は後世運心と謳われた肥後熊本藩主加藤清正。来い。共に歩みし片釜槍にて忠義の道を貫き通す帝釈繰り下にまず数多の芸を打ち払う。我が武勇をもって新たな時代に名を刻む。我こそは忠義の虎、加藤清正。いやー、皆者、勝利の前祝いじゃ。勝ち時をあげよ。はっ。名古屋とここに集まりし南名の明るい皆に向かって勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから、我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。
州南皆、こんにちは。こんにちはじゃ。我らの演舞はいかがでやったか。楽しめたもの拍手するがよい。そうでないもの挙手。よかった。一人もあげなかったな。神は優しいのか。初めて我らのことを見たよっちゅうものは。ああ、今日寒るこだべよ。ああ、なんでこんなにたくさんおるんじゃろうか。名古屋城初めて来たよっちゅうものは。あら、え、俺もまた行さんおるわ。おぬしらまことに現世を生きておるのか。おぬしらどっから参ったのじゃ。今御陣を埼玉武蔵の国から。埼玉県東国は武蔵の国からはるばるよく参った。よう参ったの。遠かったじゃろ。歩いてきたか。うん、だいたいそうじゃな。一月はかかるな。かつて八王子城って知っとるかな。知っとる。東京都にある有名な山城なんじゃけども、わしはそこを潰しに行った。400年前の一日で落としたんじゃ。清正知っとる。あ、わしらが一日で落としたせいで今心霊スポットになっている。まこと。これまことなんじゃ。そんなことあっとるか。もうとにかく霊が出ると。お化けの話したせいかワッパが書いてもらった。そんな怖ないぞ。大丈夫だぞ。そうじゃ、我らも生き量じゃ。十五。どうすんのこのピッキー。いやいやいや、清正すごい目3秒以上あってたよ。お主が突っ込んでよって今すごい表紙もチャン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 。15。平時殿でええのよそこは。さようか。さあ、初めて我らのことを知った者もおるということで、改めて紹介いたすと、我らは名古屋を世界一の観光都市にすべく蘇ったモノノフ集団、今年で結成14年を迎え申す。ありがとうじゃ。まあ、名古屋の観光大使として14年やっとるんじゃけれども、もう日の本は47の国を巡り、今別動隊が北海道は北の大地、こちらの方にも遠征に行っておる次第じゃ。今年入ってからわしとここのな足軽の助けは、タイはバンコクにも行って、異国の地でも今披露した演舞なんかも届けて、名古屋の魅力と歴史文化を南に知ってもらおうと。もう14年の間いろんな戦があって、助けは例えばどんな戦をしてまいった現世で。例えば今は我ら中部国際空港というところで相当満たしておりまして、今は中部国際空港テントレアは侍忍者空港と言われております。そこに、我ら何度か出陣し、演舞を披露したり、今はいわゆる受付ロビーなるところの上に我らの大きな掛け軸がドーンってあるで、遠くから来た方々はぜひとも帰りにそれを見ててくださりませ。まあすごく一言で分かりやすく言えば空港の広告塔になってる。一言でまとめるとな。まあ他にもテレビ CM なんかも出てるんじゃけれども、わしはこの14年間で小野川地震で嬉しい草畑が何かと申すと、何じゃ、名古屋市内の小中学校の先生もやっておるというところじゃ。おい、 A って言ったやつ並べ。人を見た目で判断しようとな。良いではないか。だから人は見た目に判断したらならんよといういい指標ではないか。わしはこう見えても名古屋城検定と呼ばれる検定で最高得点も取ったことがある男じゃ。南に伝えたいのは歴史を学ぶことで人生が豊かになるということじゃ。わしらが成功したこと失敗したことを学んで、むしらはより良い生活を送ってほしい試合じゃ。さもなくば15前に出よう。はこのようになってしまう。このようにの武将様から見たらものすごくひもじいようなこういった人間になってしまう、そういうことでございますか。いやいや、出世がなかなか難しいというところじゃな。ひもじいまでは言ってない。わしがすごい悪者みたいになるじゃないか。すまんな、お主が分かりやすく出しただけなんじゃが、だがこのような足軽の者たちが戦国時代9割を占めておって、こやつらがおったから皆が今おるこの名古屋城もできたわけなんじゃな。そこの陣頭指揮を取ったのはこたびの大将である加藤清正というわけなんじゃ。よっしゃ。今は肥後の国熊本では神様のようになっておるということで、熊本どこのおるか、ちなみに向こうにほら、いや、わしには見える。熊本の民が手を振ってる。ほらな、この辺で振っとったじゃろ。
送信。まあ詳しいことはいいわ。詳しいことはいい。熊本の者も名古屋から来てくれる。そういったのは皆々からこの名古屋の地が好かれてほしいという思いで皆々発信しておいて、ぜひとも皆、我らの姿はこの地は写真撮影なる儀で、我らの姿を写して方々に拡散してもらいたい次第じゃ。ではジンガス隊地行よってまいれ。あ、では皆氏もからくり機を取り出して、我らの姿をバシャバシャと写すがゆ、写真撮影の儀、いざ開戦。人を3つ4つ5つ、しまいじゃ。では左手方の者たちよ、ぬしらに目線を送る上に欲しいものは手を振るがよい。とた3つ4つ5つ、しまいじゃ。では右手方の者たちよ、また下の、では移すがよい。とた3つ4つ5つ、ではこれにて皆大儀であった。して写真撮影の儀第2弾といたし申せ。うむ、では刑事殿設備いたせ。うん、さあこれよりは好きな武将、こたびは出陣、加藤清正、わし前田刑事、どちらかの武将と写真が撮れる刻を設けてまいる。